はい、それはパートナーズの森です。今回のお話はですね、2024年のですね、6月のね、売り上げというふうなね、感じのお話をしようと思います。1月からね、2、3、4、5、6とね、もう6月なんですけれども、今月のね、売り上げというふうなね、感じですね。今月ね、まあまあよかったんじゃないかというふうな感じですね。売り上げ高としてはですね、400、えー、ごめんなさい。 400万円台はね、昨年なんですよ。昨年はね、えー、477万円ぐらいだったというふうなね、感じでね、記録があります。で、今年はですね、760万円から70万円ぐらいいくんじゃないかなという感じでね,、えー、ね、金額としてはね、推移しているというふうなね、感じです。でね、今ね、計算してみるとね、160%ぐらいでね、推移しているよというふうなね、感じになります。ですのでね、えー、まあまあまあ、いい方なんじゃないかなっていうようなね、 感じですね。700万円。まあね、後半ぐらいでね、800万円いくんじゃないかなと思ったんですけどね、ちょっとね、あの、行かなかったですね。まあ、6月ね、あの、西向く侍、6月30日までしかないんでね、ですんでね、まあ、もう1日あればね、行かないんじゃないかなって、ね、あの、思いますけれどもね。でね、えっと、過去最高だったんじゃないかっていうようなね、お話、ちょっと違う動画でしたんですけれども、実はですね、去年ね、 過去最高だった売り上げ800万円超えてるよっていう時がね、去年ね、ありました、実は。ですんでね、まあ過去最高ではないです。ただ、160%で推移してますんでね、まあまあいい方なんじゃないかなっていう風なね、あの感じですね。あの、このまま行ってね、だいたい1億ぐらいまで行くんじゃないかなみたいな感じなんですけれども、目標としてはね、2025年度っていうのはね、7月から始まるんですけれども、まあ目標ね、1億4000から5000ぐらいでね、立てようという風なね、 感じでなってます。なりました。しました。<laughs> どれですかね。<laughs> なんかね、一億ちょっとぐらいいけんじゃないかなってね、感じなんで、たいね、その目標ってこう、高、ちょっと高めにね、届くか届かないかっていう風な感じのところに定めておいて、まあそこまでね、なんとか頑張って、頑張って、みたいな感じでね、やっていくようなもんなんでね。だから低くね、目標設定しちゃうと軽くね、あの、クリアしちゃうよっていうお話もね、 あったりしますんでね。ですのでね、通常は、まあ、行くか行かないかっていうところでね、目標を設定していくというふうになります。で、去年はね、1億円っていうね、目標だったんですけれども、まあ、7000万円台で、えー、終了するというふうなね、感じになります。ですんで、えー、来年度、2025年度期がね、私の会社7月からね、始まりますんでね、それはね、もう1億4000、万倍ですよね。 え、目指していけたらなっていうところでね、やります。で、今月は、えー、760万円から70万円ぐらいと。で、来月ね、えー、まあ、目標としてはね、800万円から900万円ぐらいいけるんじゃないかなっていうふうにね、思ってます。7月ね。ただね、あの、暑さがね、どうしてもありますんでね、その職人さん負荷がかかっちゃいますんでね、まあ、無理しない程度にね、 現場頑張っってていいただくっていう風なな、ね、感じになります。もちろんね、その仕事をどん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 取ってっていう風な感じだったりとか、どういう風にこう回していくかっていうような感じのこともね、いろんなことを考えなきゃいけなくてね、なるべくね、えー、午前中とかね、お昼過ぎぐらいでね、あのー、その職人さん帰っていただくっていう風な感じにしないと、もうちょっとね、えー、暑すぎてね、もう無理なんですよ。私もね、えーまあ、数年前までやってましたけどね、暑すぎてもう無理でね、 えー、2時間ずっと体育座りしてようかなってね、感じでね、<laughs> あの、現場に行ったらね、思ってましたね。暑いの私ね、あんまり得意じゃないんでね、寒い方がね、えー、いいんですよね。寒い方が、ね、いいですね。だから寒いとね、体痛くなっちゃうんでね、私ね。なんからまあね、最後の最後はどっちもダメだったってね、えー、感じでね、まあ職人には私はね、あんまり向いてなかったなっていう風なね、感じなんですけれども、まあそんなような感じでね、えー、来月としてはね、まあ800万円、900万ぐらいまでね、行ければいいんじゃないかなっていう風なね、 ええ感じです。で、1億4000万円っていうところまで行くとね、あの、900万円でも達成できませんからね、1100万、1200万っていうところまでね、持ってかないと達成できないよというふうなね、感じなんですよ。で、大体ね、あの、会社がね、こう、300万社近くあるっていうふうな感じで聞いたことあるんですけども、250万から300万ぐらいね、あの、個人事業者も含めるとね、 あるんですけれども、中央値がね、2000万円台ぐらいだそうなんですよ、会社のね。で、私の会社も1億近くまでね、えー、行っててもう1億超えていくっていう風な感じでね、まあ推移していくんじゃないかなっていうような感じなんでね、まあ上位、えー、何パーセントに入るんですかね、1億円、売上高1億円、高高1億円なのかっていうふうにね、あの見てらっしゃる方を思われるかもしれないんですけれども、 結構大変なんですよ。結構大変です。結構大変ですね。結構大変なんですよ。あの、YouTube をね、こうやられてるね、あの植木屋さんリマしさんの中で多分ね、単突。何位なんですかね。ちょっとわかんないんですけどね。まあね、上位層にも入ってくるんじゃないかなっていうふうにね、私は思ってますんでね。まあ、そんな感じです。で、えー、ね、あの、ちょっと、 ま、もう一回ね、あのー、正式にとか、公式にというかね、まあ、発表をね、あのー、もう一回動画作ってね、しようかなと思うんですけどね、まあ、3年、4年、4年でね、売上高10億っていうところまでね、目指していきたいなっていうふうなね、感じで、えー、短期、短期目標、1年間の目標としては、ま、1億5000、1億4000万から5000万ぐらいになるんじゃないかと。で、3年、 計画、まあ3年、4年かな ?4 年計画で、まあ10億円っていうところを目指していって、まあその後ね、ちょっと、おね、役員同士ね、ちょっと役員同士、その会議でね、えー、その後何、どのくらいまでね、えー、その長期的な、あれで言うとね、えー、見れるのかっていうところになりますんでね、まあ少しね、もっともっといけるんじゃないかっていうところでね、何、えー、ん,んですか、目標を立てていきたいなっていうふうにね、あの思ってます。でね、 あの、業界として、その植木屋さんとか庭屋さんとかの業界でね、あの、大きな会社、2社ほどね、あります。まあ、ね、有名なね、会社さんですね。おーって言ってるね、庭屋さんとね、クイックなね、ガーデニング屋さんがいらっしゃるんですけれども、そこでえっと、3年ぐらい前の、もうちょっと前だったかな、3年ぐらい前の段階でね、クイックなガーデニング屋さんはね、あの、発表してたのがね、50億だから60億だからっていう風な感じでね、売上高か、 おね、発表してましたね。ですのでね、まあ、おーって言ってるね、えー、庭屋さんの方もね、まあ同じぐらい、まあもしくはもうちょっと上でね、え、売り上げ高としては推移しているんじゃないかなと思いますんでね、まあ1位、2位なんじゃないかなっていうところでね、えー、まあ我々の会社もね、何番目に食い込めますかねちょっとね、私もね、わからないんですけれどもね、まあそこまでね、その長期的なね、えー、まあスパンでね、こういけたら楽しそうだな、なんてね、思ってると。 というふうなね、感じになります。まあ、一応ね、えー、少しずつ少しずつね、一歩ずつ、私の会社もね、前に進んでいてですね、えー、一応ですね、先月、先前年度、6月のね、えー、前年度、同月比で言うと160%で推移しているというふうなね、結果が出てますんでね。来月度がですね、えー、と、このまま900近くまでいければ、160ぐらいまで、160はいかないかな、170、150ぐらい。 いいかなっていうところでね、5、6、7、そうですね、えー、160ぐらいかなって感じになりますんでね、まあそのぐらい目指してね、いけたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、あの、もう忙しすぎてね、私ね、すごく忙しくてね、もういろんなことやんなきゃいけないっていう状態になっちゃってね、もう何もできないみたいなね、感じなんですよ、本当にね。だから、あいろんなことね、お、えー、ろそかになっちゃうこともあるんですけれどもね、まあできる限りね、この YouTube っていうところもね、発信活動、私もね、嫌いじゃないんでね、こういうのね、 ですのでね、発信活動していけたらなっていうところでね、えー、今月はそんな感じで、えー、なっているというところになります。一応ね、まあね、えー、自慢になりますかね。一応ね、上位層にはね、えー、入ってる。上位層って言ってもね、これを半分、上半分、下半分で分かれたら、まあ上半分っていうところにね、入ってるっていう風なね、だけなんでね。ちなみにね、あのー、えっ、ー、と、上位3%って言われてるね、 えー、もう本当にね、儲かってるよ、みたいな会社はね、上位 3%8 万社というふうに言われて、えー、おります。その会社はですね、えー、経常利益と言われるね、利益がね、税引き前利益。要するに、この利益で申告して、そこから税金払っていきますよっていうふうなあ利益ベースでね、4000万円以上のお、ね、申告利益っていうのをやってます。で、勘違いなされる方いらっしゃるんですけれども、まあ見てらっしゃる方ね、 え、まあ、会社の経営されてる方の方が少ないんじゃないかなと思いますんで、まあ、ほとんどね、えー、こう、なんですかね、えー、この、なんですか、勘違いというかね、あのー、まあ、当たり前なんですよ、そんなのね。で勘違いなされてるんですけど、その、会社の社長がね、全部持ってっちゃったら利益なんて出さなくて、えー、税金払わなくていいんじゃないのみたいなね、感じになることがあったりとか、経費でバン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 使っちゃえば、ああね、その、利益としてはね、 え、圧縮できるんじゃないのっていうふうな感じでね、おっしゃられる方いらっしゃるんですけれども、そんなことできないんですよ。できないです。できないっていうのも、いろいろこう縛りがあってね、で、これ、こまでは税金と税金払わなくていいよっていうふうに認められてるけれども、これ以上のお金使ったらあ、ね、しっかり申告してくださいね。ただの無駄遣いなんで、申告してくださいねってなったりとか、自分がね、あの、収益として、こう、なんですか、給与。 給与っていう言い方しないんですけれどもね、役員報酬っていう言い方するんですけれども、それでね、こうバーッともらっちゃうと、じゃあこっちで税金がバッとかかっちゃうみたいな感じになるんで、えー、基本的にはね、経費がなんか使い放題っていうことでもないですし、ね、給料をバーッて取っちゃって会社の利益をこう圧縮するっていうこともないんですよ。なんで、バランスとってね、まあ、給料はこのぐらいにしといて、役員報酬ですね。役員報酬はこのぐらいにしといて、会社の方で分散してね、 こう、こっちで税金このくらい、こっちで税金このくらいってやったら、一番税金を払わなくて、現金が手元に残るっていう状態を目指すっていうのが普通やりますんで、それでやった上で、申告利益は4000万っていうふうになってる会社なんですよ。その3%ね。上位の3%、8万社です。日本に8万社あります。8万社は3%です。そこにね、えー、私の会社も、ね、数年以内、1年、2年、3年以内にはね、えー、食い込んでいきたいなと。 いうふうに考えています。それ以下の会社さんはですね、お荷物っていうわけではないんですけれども、まあこれからね、えー、少しずつこう頑張っていってね、まあ私の会社もね、もちろんその8番車には入ってませんからね、えー、もうその会社から言われたらね、お、うん、前の会社お荷物だなって言われてももう仕方ないような会社なんですけれども、まあそれでもね、えー、少なからず税金も納めてますし、私の会社を通して、従業員さんがこうね、生活してるっていうところをもう踏まえるとね、 まあね、えー、悪いことではないのかなっていうふうに思いますんでね。もちろんね、その250万のうちの8万社がいいっていうわけではないんですけれども、それだけがね、正解ってことではないんですけれども、まあそこを目指してね、えー、頑張るっていうのもね、一つのね、その会社をやっている上でのね、目標っていうところになるんじゃないかなと思いますんでね、まあ通過点っていうね、えー、ところになってくるんじゃないかなと思いますんでね、まあぜひね、私の会社も頑張っていきたいなというふうにね。 思っております。で、そうするとね、あの、その利益がそのぐらい出てると、結局ね、その従業員さんにもね、多くの給料がバーッと払えるわけなんですよ。で、そうしないといけなくて、そうすることによってね、その従業員さん給料たくさん払えると、会社もね、どん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 こう儲かっていくと、次の投資、次のね、えー、その利益っていうのでね、こう、要するにできるわけですよ。そういうふうになってくると、世の中全体もね、 えー、同じように考える経営者さんの方が多いと思いますんで、そうなるとね、社会全体ね、どん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 好循環っていう風な感じでね、なっていくんじゃないかなっていう風に、私としてはね、思ってます。もちろんね、その、な,なんてうんですか、国の指針とかっていう部分でね、えー、もう最近はね、結構不満があるっていう風な感じの人もね、多いのかなっていう風にも思うんですけれども、基本的にはですね、えー、あの、会社の社長はですね、す、え、べ、ー、ての物事に関してはですね、えー、全部自分の責任だという風に思って、 え、会社をね、あの、経営していかなければいけないという、責任のもとね、やっているというふうなね、感じですんでね。ですんでね、えー、まあ、ぜひね、私も人のせいにせず、ね、何かのせいにせず、ね、その上の、まだまだ8万、8万社以上ね、8万人以上、まだ上にはい、上がいるんだね、えー、思いながらね、 頑張っていきたいな、なんてね、思ってるというふうな感じで、一応ですね、6月もですね、なんとね、前年同月比でね100、100%以上のお結果が出せたというふうなね、感じのお話になっているというところになります。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もですよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。